橋本健人は東京都板橋区出身のサッカー選手。ロシアプレミアリーグ FC ロストフ所属。日本代表。登録ポジションはミッドフィールダーでボランチでのプレーを本職とするがディフェンダーでも起用される。5歳の時にサッカーを始める。兄の影響で FC 東京スクールへ通い始め、2006年より同クラブの下部組織に加入。高いボール脱出能力を持ち。 FC 東京 U-18 の主軸として、中盤で攻守に活躍した。2011年には、トップチームのキャンプに参加し、その後も西登録選手として帯同。2012年より正式に、トップチームへ昇格。プロ初年度は、リーグ戦4試合、ナビス後輩2試合、天皇藩1試合に、ベンチ入りを果たすが試合出場はできなかった。2013年は、 安定したプレーとパスによる展開力を身につけるべく主にセンターバックとして練習を重ねており評価を高めつつあった。同年5月、出場機会を求めてこの年から始まった新たな遺跡制度を利用し、ロアッソクマモトへ期限付き遺跡。5月3日の J2 第12節ミト戦でボランチとして早速先発出場の機会を得ると広範囲の守備意識や 攻守の切り替えの速さを発揮し、相手の攻撃の目を積む活躍で、早々にチームにフィット。シーズン途中からのスリーバック採用に伴い、ビルドアップに長けるセンターバックとしても起用された。この後、移籍期間をシーズン終了後まで延長。同年10月に中国、天津にて開催された東アジア大会に参加する U-22 本代表にも招集されていたが、 負傷により帰国。同年11月初日の熊本での練習中に、再び負傷、左膝内側半月板断裂と診断され、再建手術を受けた。遺跡期間の再延長により、2014年も続けて、熊本でプレー。ボランチでの出場を続けていたが、シーズン半ばより、DEF、矢野大輔に代わり、センターバックのレギュラーに据えられた。高いラインを保ち、 奪いに行く守備を体現。同年の J2 で最多のタックル数を記録した。なお、J リーグアンダー22選抜の招集リストに登録されていたものの実際に招集されることはなかった。2015年から FC 東京へ復帰。第15節の松本戦で FW として J1 リーグ戦に初先発、初出場し、初シュートが初得点となる。 初物尽くしの珍記録で出場試合初勝利を飾った。その後は守備を固める逃げ切り要因として出場を続けていたが終盤戦にはインサイドハーフのレギュラーに定着。優れたボール出しュ能力と強靭なフィジカルを生かした思い切りの良い攻撃参加で攻守に貢献した。2016年は 上福博監督からどこでも高いレベルでできると見込まれ右サイドバックでの出場機会が増加。負傷者の続出するチームを支える貴重な存在として飛躍を遂げる一年となった。リーグ戦後の天皇杯4回戦、本大 FC 戦において右膝半月板を負傷し、手術を受けた。2017年は4月1日のサガントス戦で今季初得点を記録。 7月8日、第18節の鹿島アントラーズ戦では2得点を決め連敗ストップに貢献した。2018年は石川直弘の背負っていた背番号18を着用。5月5日、第13節の川崎フロンターレ戦では先制点を決め、これがクラブの J1 リーグ通算800点目となった。2019年4月6日、第6節の清水エスパルス戦で、 J1 通算100試合を達成した。同年は自身初となる J リーグベストイレブンに選出された。2020年7月9日、ロシアプレミアリーグ FC ロストフへ完全移籍することが発表された。8月8日、第3節の FK タンボフ戦で初出場を果たした。8月24日、第4節の FC ウファ戦では初先発で、 初ゴールも記録し、マムに選出された。2016年4月には、リオデジャネイロオリンピックを控えていた、U、U-23 日本代表候補合宿に初、招集され、長身のボランチとして講守に、果敢なプレーで、アピールに成功。翌5月のガーナ代表戦及びオリンピック本、大会招集選手の最終選考の場となった6月の、 キリンチャレンジカップ南アフリカ代表戦にも出場し、積極的な守備とユーティリティ性を評価された。人数制限に対応し得る柔軟性や外国の大型選手に当たり負けないフィジカルの強さから本大会選出を有力視されていたが ACL 出場のためにトゥーロン国際大会を回避したことや既存メンバーの調和を重視した選考がなされたために戦外となった。 2019年3月、森田秀政が不傷離脱したため、追加招集で、キリンチャレンジカップ2019に臨む日本代表に、初選出され、3月26日のボリビア戦に、ボランチとして初選発した。同年12月には、アフィーマイナス1サッカー選手権2019に、出場する日本代表のメンバーに選出される、遠い高日本代表に定着した。 2021年6月3日予定されていた U-24 日本代表とジャマイカ代表の試合が中止となり急遽行われた A 代表対 U-24 日本代表の試合で得点を挙げた。続く同月7日に行われたアジア24戦、タジキスタン戦で国際 A マッチでの代表初ゴールを挙げた。ありがとうございます。